ギデオン・ジョンソン・ピローはアメリカ合衆国の弁護士、政治家であり、南北戦争では南軍の将軍である。ドネルソントリデの戦いでのまずい采配で記憶されている。ピローはテネシー州ウィリアムソン軍でギデオン・ピローとアンペイン・ピロー夫妻の息子として生まれた。1827年にナッシュビル大学を卒業し、 テネシー州コロンビアで、後のアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ポークの共同経営者として、法律の実務に就いた。1833年から1836年は、テネシー州民兵隊の順庄を務めた。1840年代の新聞漫画、米国戦争の指揮官、ウィンフィールド・スコットの信用を落とすために、ピローが自己宣伝している。ピローの名前に引っ掛けて、 枕が使われている。米北戦争の時、ピローは1846年7月に順将としてアメリカ陸軍に参加し、ポーク大統領が1847年4月13日にピローを少々に昇進させた。ピローはセルロゴードの戦いで右腕を、チャプルテペクの戦いでは左足を負傷した。戦争中にメキシコにおけるアメリカ軍指揮官、 ウィンフィールド、スコット将軍と衝突するようになった。匿名の手紙が実際にはピローが書いたものだが、1847年9月10日にニューオーリンズデルタ紙で掲載され、署名はレオニダスとなっており、最近のコントレラスの戦いとチュルブスコの戦いにおけるアメリカ軍の勝利はピローの功績であると誤った情報を載せた。これらの戦いは、 実際にはスコットが勝ち取ったものだった。ピローの陰謀が露見すると、スコットに逮捕され軍法会議にかけられた。ポークはピローを弁護する立場であり、スコットをワシントンに呼びつけた。1848年3月に始まった裁判では、給与支払い担当のアーチボルド・ W ・バーンズ少佐が、ピローの命令で、レオーニダス名の手紙を書いたものであると証言した。ピローは罪を免れたが、 1848年7月に軍隊から除籍された。ピローのスコットに対する敵は1852年の大統領選挙でも発揮され、候補者のスコットに反対して、米国戦争ではピローの部下であったフランクリン・ピアースを支持した。ピローは副大統領の指名を得ようとしたが、拒絶された。ピローは1856年にも再度副大統領の指名を得ようとし、 失敗した。ピローはアメリカ合衆国からの脱退には反対したが南北戦争が始まってすぐに南軍に加担し1861年5月9日付でテネシー州民兵隊の上級少将として軍務を始めた。7月に南軍の巡将に指名され解放軍と呼ばれた部隊の指揮を短期間任された。まもなく西部戦線の指揮官 アルバート・ジョンストン将軍の下についた。最初の戦闘は11月のベルモントの戦いであり、対する北軍のユリシーズ・グラント巡将にとっても最初の戦いだった。この戦闘は南軍の勝利と考えられているが、概して引き分けだった。それでも、ピローとその部隊は1861年12月6日に、下記のアメリカ連合国議会の感謝決議を受けた。 数でも、主観の力でも、敵の勢力が自軍により、はるかに勝るという、最も不利な状況下で、その敵の攻撃に対して、数時間にわたって示された、必死の勇気に対して、また最初は大惨事になる恐れがあったものを立派な、勝利に変えたその技術と、勇敢さに。ピローは、レオニダスポーク少々と不安になって12月28日に、除隊したが、間もなく、 それが軽はずみな決断だったと悟り、ジェファーソン・デイビス大統領の命令を得ることで辞任を取り消すことができた。ピローがまた対するとカンバーランド側を守る重要拠点であるドネルソントリデの指揮を任された。しかし、これは短期間の任務であり、他に3人の順序がトリデ任務となった時に終わった。その1人は、ジョン・ビー・フロイドで元バージニア州知事、 ジェームズ・ブキャナン政権の陸軍長官であり、ピローの上級士官だったので、ピローは自ら非公式の地位である副士官に収まった。ドネルソン・トリデの戦いの時、ピローは軍左翼の正式な士官であるブッシュロッド・ジョンソンを実質的に支配し、1862年2月15日にこの翼を率いて、トリデの中に包囲されている南軍を解放するために脱出路を 開く糸で吸収を行った。グラント軍に対するこの攻撃は初め成功したが、ピローは不可解にもその前進していた位置から兵を退いて残豪戦まで戻らせてしまい、そこで脱出前に部隊の補給を行おうとしたが、それでその朝にせっかく勝ち取った陣地をなくしてしまった。フロイドや他の将軍たちはピローのことを怒ったが、すでに遅くその誤りを正せなかった。 2月16日の朝の作戦会議で将軍たちは軍隊と共に降参することに合意した。フロイドはもし捕まった場合に反逆罪で告発されることを恐れ軍隊指揮官の地位をピローに渡したがピローも同様な心配があったので即座にまたサイモン・ B ・バックナー准将に指揮官職を渡した。ピローはその夜に小さなボートでカンバーランド川を渡り逃亡した。 フロイドも同様にバックナーがグラントに降伏する前にそのバージニアから連れてきたニコ連隊を連れて逃亡した。歴史家の中にはグラントが圧倒的な優位さを確保せずにことを急いだのでドネルソン砦を襲撃できなかったと判断した。しかしグラントがピローを知っていたことがその自身の重要な要素になった。グラントはその自助伝で次のように書いた。私はメキシコで ピロー将軍と知り合っており、どんな軍隊でも、それがどんなに小さくても、彼が守るように言われた残豪から銃の射程内に進めると判断した。当時の参謀士官たちにこのことを話した。フロイドが指揮官であることを知っていたが、彼は軍人ではなく、ピローの見せかけに負けると判断した。ピローは中央ケンタッキー軍の第三師団指揮官に就いたが、 4月16日に、ジェファーソン・デイビスが、軍隊の降伏につながった、軍事行動の重大な判断ミスと言って、その指揮官職を取り上げる命令を出した。ストーンズ・リバーの戦いの2日目には、ジョン・ブレッキン・リッジ少将士団の一行旅団を指揮し、ブレッキン・リッジの攻撃のちょうど1時間前に戦場に到着した。ブレッキン・リッジは、ピローンが木の陰に縮こまっているのを見て起こり、前進を命じた。 この戦闘の後、ピローは、ブラックストン・ブラック将軍がブレッキン・リッチの不運な結果に終わった攻撃を実行したことを中傷したとき、これを声に出して指示した。ピローは、その後戦闘の任務に就くことはなかった。テネシー軍の志願兵及び長兵局を指揮し、1865年には捕虜の兵隊総監になった。1865年4月20日に、 アラバマ州ユニオンスプリングスで北軍に捕まり、5月にモンゴメリーで釈放された。8月28日には大統領特赦を受けた。南北戦争後、ピローは破産に追い込まれたが、元テネシー州知事アイシャムジュイ・ハリスの共同経営者として、テネシー州メンフィスで法律事務を始め、成功した。ピローはアーカンソー州リー軍で死に、 メンフィスのエルムウッド墓地に埋葬されている。ありがとうございます。